はやちゃん、えーた。というわけで今日はアプデ、ついに来たよ。これはね、まあ全貌を把握してない方もいると思うんで、とりあえずさらっていきましょうというところで、まずは武器編。はい、こちらですね、 SVD 新武器。これがね、強いです。ハンドが15なんですが、これ戦術ラスト、さらに補正器をつけると9なんです。ブレねえ男だな、これ。いや、これはね、だからフルカスタムの場合相当強いんじゃないかなというところで、かなり使われる武器なんじゃないでしょうか。普通に通常ドロップするみたいですね。はい、続いて短期間銃。こちらね、ちょっと修正内容がまだわかんないというか、実際に扱ってみないとわかんないんですけど、情報修正ですか？そうですね、弾道が修正された、情報修正されたというところで、まあ、使いやすくなったみたいです。なので、まあ後で、前の段階でもかなり強かったからちょっと気になるね、そうですね、検証していきましょう。はい、そしてこちらですね、 AK、 これですよ。めちゃくちゃ変わったね。いや、反動15から12っていうのは相当でかいですよ。これ補正器つけたら 10.2 なんで、普通の通常のスカーより反動が低いんですよ。で、この威力よ。これはね、かなり AK 強くなったんじゃないかなと思いますね。さらに弾道も情報修正されたらしいんですよ。ほう。なのでね、相当な情報、こんなに情報する必要があったかってぐらいの、こんな強キャラになると思ってなかったもん、こいつも。そうです、え、俺こんな変わんのなってる今頃。はい、次にですね、ガチャ、まあ、こちらもう引いちゃったんですけど、なんと48時間に1回無料ガチャが1回引けるよと。嬉しいね。まあ、しかもこれ無料ガチャって言ってますけど、実際には有料のものが出ると。ダイヤ600個分のものがね。そう、野猿、ラッパー、前線、漆黒修羅とかね。あとはこの、かっこいいこの、ワカメみたいな。これ怪我してんでしょ？怪我じゃない。怪我じゃない。頭からワカメ生えてくるのも無料ガチャで出るので、ぜひ。すげえよ。引いてみてください。はい、あとは手榴弾が、なんと範囲強化、来ましたね。やっぱ範囲がでかくなったってことは、ボンバーマンが大歓喜。そうなんですよ、ボンバーマンは大歓喜。最終局面めちゃくちゃ強くなったんじゃないかなっていう。だよね。うん、平裏とかに。平裏にも投げてもよし、木に隠れてるところに投げまくるのもよしっていうところで、まあかなり使いやすくなったんじゃないかなと思います。はい、そしてバックパック。これもね、後で、検証していくんですが、スワイプで、なんと、出したり入れたり。それが本当に嬉しい。いや、これね、非常に便利なんじゃないかなという気はしてますね。紙アップで。うん。そして、レジャーですね。こちら、狙撃大戦闘。追加されてます。これはスナイパー武器だけが出るけど、ドラグオフ、SVD は出ないっていうモードはね。そうですね、なのでカー M24AWM のみが出て、まあ、やり合うと。ただこれ気をつけてほしいのが、一回やったけど、はい、開幕、近い時にパンチ強すぎるから、武器取ってもおとなしくパンチした方が絶対いいから絶対に勝てないから、M24 でも殴り大戦闘。うん、なるほど。はい、そしてドローンが追加されましたね。まあこれは超目玉。目玉だね、今回の。ただしこれ注意してほしいのは、ドローンなんですが、スクワットおよびクインテットでしか出ないです。シングルでどんだけ頑張っても出ないから。そうです。なのでシングルデュオで探してる方はぜひ諦めてくださって、僕もめっちゃ探したもんな。そう、3時間ぐらい私たちもね。どんだけ渋いのこれやってたら。そう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 、出ねえもん、それ出ねえ。渋いわ。なので気をつけてくださいと。はい、で最後にこちらですね、カスタムルーム、神機能ですこれ。はい、というわけで今日はですね、こちらでバックパックの操作性および手榴弾の範囲、あとはサブマ、短期間銃がどれぐらい強くなったかというところを検証していこうと思います。はいはい、というわけでまずサブマ拾ったので、ちょっと壁打ってみましょうか。はい、この辺かな。はい、打ちます。あー、見上げたね見上げたねほんまに強くなったんか。情報修正ってそういうこと？上の方に修正したいや、上がりすぎじゃないわ。腰打ちが強くなったとかですか？あ、でも全然確かにブレないっすよ。え、ブレなすぎじゃない？え、すごくない？やばい。いや、一応コントロールはしてますけど。めちゃくちゃ、なんか、しっかり飛んでる気がするね、それ。なんか、弾速が速くなったような気もしますね。あー、これ使いやすいかも。いい感じ？はい、続いてバックパックですね。これ。このように。最高だね。これはね、かなり使いやすい。はい、続いて SVD。こちら。新武器。新武器です。このように、連射めちゃくちゃ速いです。速いよね。まあ、前の、以前の動画でも説明したんですが、この武器は、威力、めちゃくちゃ高いんで、この連射速度で撃たれると、
結構やばいかな。普通に開幕の打ち合いとかもそんな負けないんじゃないかなぐらいの。うん。ただね、横ブレも結構あるなって思ってて、うん、もしかしたら戦術把握のがいいとか、いう可能性もありますね。戦術把握は横ブレを抑えるんで、縦ブレより横ブレの方が気になるって人は戦術把握つけてみてもいいかもしれないですね。はい、続いて AK ですね。検証していきます。強くなった AK。うん。まあ、腰打ちで押さえて打ったときは、こんな感じですね。腰打ちで押さえて打ってみます。扱いやすいかもね。前より、かなりブレは軽減できてんのかな。まあ、15から12って数字はめちゃくちゃ変わるからね。こんだけ集団すれば。で。減った。減ったな。さすが AK。てかメットぶっ飛んだ。はい、最後に手榴弾ですね。ちょっと投げますね。この、うまいこといけば、これ難しいんで扱いが。この辺。はい、ここで当たらないでしょ。さすがに当たらないな、これ。さすがに当たらないな。ちょっともうちょっとこっち近寄ってもらっていい？はーい。そこ。そこか。当たりそうだけどな、そこなら。これで当たったんじゃん、結構。これで当たったらやばい。この辺で当たったらやばい。当たった！どんぐらい減った？結構減ったよ。30% ぐらい減ってるんだ。30% 以上減ってるね。30% か。ここですよね、大体。うん。ここからそんな距離。この距離。うん。明らかに当たんなかった距離だよ、これ。まあ、以前なら当たんなかったような気しますね。うん。はい、というわけで。まあ、今回やっぱ気になるのは僕は手榴弾ですね。あとね、やっぱバックパックのね、修正ってのはね、めちゃくちゃ嬉しいなって思ったわ。いやー、これはね、かなり操作性が上がったんで、拾う速度とかも結構テクニックが出そうですね。うん。そんな感じで、皆さんもぜひアプリで体験してみてください。それではまたお会いしましょう。じゃあねー。